こんにちは、萌です。今回はアクリル絵の具でキャンバスにこんな絵を描いてみます。リアルなバルーンのメタリック感を出せたらと思います。ということで描き始めなんですが、いつもと違って写実的な絵ですが、グリッドを描いていません。で、今回グリッドをなぜ描いていないかというと、このバルーンの周りの部分、余白の部分は真っ白にしたいので、そこをまたグリッドを描いて真っ白、その上からグリッドを消すように真っ白にしていこうと思うと、かなり時間がかかっちゃうので、今回はグリッドを描きませんでした。で、この白い部分はあらかじめ白い絵の具を塗っています。もともと既成のキャンバスっていうのはジェッソが塗ってあって、下地は塗ってあるんですけど、その上から、ね、普通のジェッソとかではなくって、普通のアクリル絵の具を塗っています。で、なぜそれを先に塗るかというと、これがもしはみ出した場合、例えば真っ白にしたいところちょっとはみ出しちゃった時に、そこ白くしたい時、白を重ね塗りすると思うんですが、後ろの白と下地の白と絵の具の白と使っているものが違うと、ちょっとこう色が分かっちゃ、塗ったところが分かっちゃうので、あらかじめもともと塗ってある白をさらに真っ白にします。で、自分の使う白で描いていると、後で重ね塗りをしても全く同じ色なので修正ができるので、この白をね塗ってます、最初に。で、なんでグリッドを描いていないかって言ったんですが、どうやってこの、グリッドを描かずにじゃあ下書きを描いているかというと、この、間隔、等間隔に置きたかったので、それを物差しで、グリッドを測るような感じで物差しで位置をこう測って、上と、左右上下測って、例えば点をつけて、そこからフリーハンドで描いていくみたいな感じです。で、それをしてから色を塗っていっています。で、今これは逆さまに、キャンバスを逆さまにして描いてます。こういうこともたまにあります。これは人の顔とかではないので、上下逆さにしてもなんとなくこの光の加減とか光のどこから当たってるかっていうのが分かれば分かるので、逆さまとか上下左右変えたりとかしながら描いたりしてます。で、これは紫色のところを、始めてます。で、ここで紫についてちょっとお話ししたいんですけど、紫色っていうのはちょっと描くときに気をつけないと難しい色です。っていうのも、私が今使っているのはダイオキシジンパープルっていう、紫色なんですけど、普通の一般的な綺麗な紫色です。ただ、これちょっと今塗っている部分見てもらうと分かるように、紫と言われなかったらちょっと黒に近いっていうのが分かるかなと思います。で、紫色っていうのはそのままそのものをずっと重ね塗りしたり、濃く描くとかなり黒に近い色です。で、それを例えばこういうふうに今薄いとこ塗ってるんですけど、こういうふうに白をのせたり、白を混ぜたりとか、あとは、水分を多めにして薄く塗ったりするとこういう感じで紫色になります。で、もともと紫なんですけど、色の出方がかなり違います。白を混ぜると普通に薄くなるのは分かるんですけど、白を混ぜるだけじゃなくて水の加減でも変わるので、例えばアクリル絵の具でこういう絵を描くときはあんまりこう薄く描くっていうことがそんなにないので、難しいので白を混ぜることがほとんどなんですけど、例えば水彩画のように水にちょっとかなり薄めてとか、アクリル絵の具を紙に描いてとか、そういうことするときは水で薄めて、描くと色の違いが、かなり出ます。なので紫色、綺麗なちょっと薄めの紫って分かるような色にしたいときは、紙で描く場合はちょっと水を多めに塗る、混ぜるとか、そういうことすると綺麗な紫色になります。なので、
あの黄色とか赤とかそういうものと違って、紫とか、またこのさっき書いてた青のフタロサヨニンブルーっていうネイビーカラーみたいな濃い青もそうなんですけど、どん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 重ねて濃くすると黒っぽく見えてしまうような色もあるので気をつけてください。で次はですね、赤っぽいピンクっぽい色に移っています。で最初とちょっとあの描き方を変えてるんですけど、濃い方を濃いあの影になる部分を先に描いてますね。でこれはちょっとピンクっぽい、バルーンにするんですが、その影の部分は赤とかこの辺も赤ですね、真っ赤と赤に、ちょっと黒を混ぜた感じ、あとは明るいところは白を混ぜてピンクっぽくするっていう感じです。なので今濃いところを先に描いて、他の濃いところ、このもう色を作ってあるので他のところも同じように塗ってから薄いところを塗ろうとしている感じですね。でこれも、油絵もこんな感じで描くといいかなと思います。油絵最近私がアップしている動画で油絵の描き方も載せてるんですけど、油絵とアクリル絵の具かなり描き方が違います。で、おすすめしたい描き方をお話ししたんですけど、おすすめしたい描き方っていうのが、こんな感じでブロックに分けて、色をブロックに分けて描くのが油絵にはいいかなと思います。というのも油絵って乾くのがかなり遅いので、その間のグラデーションっていうのは作りやすいんですけど、この上にどん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 乗せていくと、本来その色にしたかった色じゃない色にどんどん変わってきちゃったりします。なので今これみたいにここはこの色にしたいっていうのが分かっている場合、決まったもう最後にこの色にしたいって決めた色を塗って、その間を、後でグラデーションにしていくっていう方がいいかなと思います。でアクリル絵の具の場合、私今回はそんな感じで描いてるんですけど、これも、これはね、ちょっとメタリックなバルーンなので、くっきりとこのイラストっぽい感じもあるので、間がグラデーションにしなくてもいい場所があります。そのところはこういう風にくっきり描いていて、グラデーションにしたい部分は乾いてしまうとグラデーションはなかなか作れないので、グラデーションにしたい部分はもう一回塗って、グラデーションにしたい、例えば白っぽくしたいところは重ね塗りどんどんしていってっていう感じに書いてます。なのでアクリル絵の具でグラデーションしたいときは乾く前に塗らないといけなかったり、乾いてしまったらまたさらに、色をのせていくっていう、描き方なんですけど、これはこの今の描き方は油絵でも使える描き方かなと思います。なのでちょっと今回ブロックで描いてるので、その、グラデーションの仕方というか描き方をが分かりやすいかなと思います。で最初の方はあまりこう描き始めの時はリアルに見えなかったと思うんですけど、イラストっぽく見えてたと思うんですけど、あのだんだんこうグラデーションを入れていくことによってリアルになるっていう感じです。なので今この状態、これは今全然リアルじゃないんですが、ここからちょっとずつこうやって白っぽいピンクを足していったりとか、グラデーションにしていくとリアルに見えるっていう感じです。で全部描き終わったらこんな感じに出来上がりました。一つ一つなるべく同じように描いてるんですけど、手書きなので、それは味ということでちょっとだけ違うところもあります。ただなるべく綺麗に、仕上げて、この白い部分はみ出したところもしっかり最後に見直して綺麗に、してあります。こんな感じでリアルなバルーンを何個も作って、パターンみたいにして可愛くしてみました。いかがだったでしょうか。今回の動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。でこの作品とか他の作品も、インスタグラムに載せているので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次の動画で、バイバイ。